第一代のご領主様が夫人の軍用金にもと蓄えおかれましたる黄金が百万両と申します。ご領主様はその百万両をあるところへ埋めておかれました。そうして埋めた場所を詳しく伊豆面に記して、その伊豆面を苔猿の壺に塗り込んでおかれました。何、苔猿の壺？さよう、苔猿の壺。では苔猿の壺の絵図面により埋めた百万両を掘り出せば、この八木尾の里は西国一の、いや、ことによると海代無双の大金持ちでござりまするな。殿、おめでとうござります。殿は日本一の大金持ちでござりまするぞ。おめでとうござります。いや、その苔猿の壺はもうわしの手元にはないのじゃ。なんとおせられまする。実はあれが百万両の壺と平の家、弟にくれてやったのじゃ。では苔猿の壺を源三郎様、芝道場へ婿入りの引き出物と申して大切に抱えて江戸へ行ってしまった。弱りましたな。弱った。せめて一月前に壺の秘密が分かっておりますれば。彼が養子に行く前なら問題はないのじゃ。弱りましたな。弱った。で、源三郎様は壺の秘密をご存知でござりましたので。いや、それは存じているはずがない。それでは宝の持ち腐れではござりませぬ。そうじゃ、宝の持ち腐れじゃ。なんとか源三郎様をうまく騙して苔猿の壺を取り返さねばなりません。そこで密かに殿の内命を受けて、高大の神、はるばる江戸表へ参ったような次第でございます。ご家老様にも、よろしくご尽力を願います。この壺が、百万両とは驚いたの。我々も、開いた口が塞がります。お客様お見えになったときに私困るわ。そうかな。あれでも柳生家重大な宝物だって死んだ親父はそう言ってた。あれ、何でも放り込んでおきましょうか。え、あなたのお兄上様、一国一城の主でしょ。それなのに弟のあなたがあんな汚いキャツボ一つもらった金だなんて、私ずいぶんひどいと思うわ。キャツボ一つの用紙じゃ実際肩身が狭い。まあそんなことおっしゃっちゃいや。